どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラブの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。本日のテーマソングはもうキッズと一緒に大合唱したいこの曲いきます。ドン、腹ペコアムシの歌。とうとうガズレレに登場しました。この腹ペコアムシの歌なんですけども、ね、子育て中の方もちろんいろんな幅広い世代に歌われている曲で、絵本腹ペコアムシ、ね、の、まあ、歌のバージョンなんでございますけど、今回の動画はですね、もう最初から最後までの一応フルコーラス、これね、省略ちょっと使用ができなくて、実は前半だけ一回アップロードしたんですけれども、やっぱり全部やっておこうかなということで、これもう一回取り直してる状態なんですよね。なんでもう前編にわたって、最初から最後まで、やろうと思いますんで、皆さん、長いですからね、しかもめちゃくちゃ内容も濃厚です。最後までじっくりご覧になってください。それではやっていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもモリモリできちゃうガズレレ流超シンプル簡単バージョン。めちゃ簡単にしてますから、ウクレレ初心者の方でもできると思いますよ。はい。これを機に、キッズと一緒にウクレレで音楽始めましょう。はい。後半はかっこいいバージョンなんですけど、このかっこいいバージョンがですね、いろんな弾き方、この曲ってもうプログレッシブロックみたいにどんどん展開していくんですよ。その都度こう弾き方でね、こう表現を変えていくというね、かっこいいバージョンはなかなか奥が深いです。かっこいいコードも登場します。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、私今まで音楽やってみたかったけど、チャンスがなくてできなかったんですよという方とか、昔楽器にチャレンジしたんだけど、難しくて諦めましたみたいな方が、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができる超簡単ウクレレプログラムがあります。このプログラムを見て、今全世界中の方がガズレレで何十万人もね、ウクレレで音楽始めてますよ。簡単なんです。皆さんもすぐできるんで続いてください。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間ですんで、ぜひこれを機に始めましょう。YouTube 動画ですから無料ですからね。はあ、これはやるしかない。はい、じゃあここからです。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌えるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1600曲以上もアップロードしておりますので、これがもうすごいやつですから。で、今日みたいな子育て曲もたくさん取り上げておりますので、ぜひここもちょっとチェックしてみてくださいね。さあ、それでは早速やっていきましょう。腹ペコ青虫。まずは初心者さん向け超簡単バージョン。ゆっくりやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。I'm not afraid to die.
ましょう。チョコレートケーキとアイスクリームとピクルスとチーズとサラミとペロペロキャンディーとサクランボパイソーセージカップケーキそれからスイカですってワン、ツー、スリー、そのパン次の日はまた日曜日青虫は緑の葉っぱを食べましたとても美味しい葉っぱでしたなくなりました。ちっぽけだった青虫はこんなに大きく太腸に。ワン、ツー、サン、はい。せーの、チカシャン。腹ペコ青虫ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、もうフルコーラスでやるとめちゃくちゃ長いんですよ。そして繰り返しみたいなとこがないんでね、どん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 次の展開とかいう感じで、このほんとプログレッシブロックみたいな感じのこのストーリーをこう展開していくっていうところがこの曲のキーポイントなんですけど、じっくりじっくり何回も練習して歌えるようになっていきましょう。これでねキッズと盛り上がれたらもう最高ですからね。はい、ひとまずはですね、今のシンプル簡単バージョンのガズレレ YouTube 動画、歌詞とコード出てますから、ゆっくりでいいんで何回も何回も合わせて一緒に演奏できるようなこと、これを目指していきましょう。はい、そして練習を重ねてもらって一緒にできるようになったよという方、おめでとうございます。これはね、そこまでやってくださればもうすごいんですけど、まだここ1個目のゴールなんで、次のステップどんどん行きます。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずにね、ご自身一人だけで歌のメロディーとリズムと音楽をこう生み出していく、これをやっていただきたいと思います。その時はですね、やっぱ最初のうちいきなりちょっと暗記するのは難しいと思うんで、最初は楽譜を見てですね、その楽譜通りにこれ練習するのがいいと思うんですね。そしていずれは覚えちゃってですよ、もちろん覚えちゃってキッズと一緒にもう子供の目を合わせながらこうやって歌うとか、これ最高なんですけど、まずは楽譜練習入っていきましょう。でも楽譜ってどこにあるんですかってなると思うんですけど、安心してください。今ね、この腹ペコ青虫はですね、見てください。ガズはこんな風に今、紙、ノートに書いて、これを見て今、ガズは演奏していきました。これをですね、もうちょっとしたら、皆さんもこんな風にノートに書いたらいかがでしょうということでシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス始まってます。これです、ドン。ガズクラブです。このガズクラブって一体何かなということなんですけど、これはね、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の腹ペコ青虫を組む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックがあるんですよ。その中から皆さんが面白そうやってみたいなという曲を、お選びいただいて、お手元に毎月5曲
ダウンロードして、もうもちろん YouTube 完全連動ですよ。すぐに練習に入っていけるぞという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくでもうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てる、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回、ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね、とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ、真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフ、みたいなね。まあ、これ面白い。二つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、概要欄にこの二つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。腹ペコ青虫です。今日ね、ちょっと見て、ここに1って書いてあることは次に続くんですけど、はい、ここ2じゃないですか。次なんと3ページにわたったんですよ。フルコーラスでやるとこういう風になります。3までありますからね。すごい長いんで、自分の中で1,2,3と区切りをつけて練習していくのはいいかと思うんですけど、まずはノートを見ていきましょう。これ見ていただきたいのは、まずこの下にくるっと囲っているやつは後半へのかっこいいバージョンで、この下の段のコードを使います。この G シャープ押し、 A シャープ押し、これはねちょっとね押さえるの難しいけど、すごい素敵な響きなんで、後半のかっこいいバージョンぜひこれチャレンジしてみてください。今やったのは上の段のシンプル簡単バージョンは、上の段のコードを4つ弾きでゆっくりやったということになってます。今こうやって写しとくんで、一時停止してメモっていってください。それかデモ演奏中の、動画の一時停止してもらってテロップを書いてもらうのを見やすいかもしれないです。あとは先ほどご紹介させていただいたガズクラブで、この楽譜をそのものをダウンロードしていただくのはすごくやっぱりね、便利かなと思うんですよね。このノートの特徴は、この点でね、ガズはタイミングを測ってるんですよ。おやはぱの上に、この点でタイミングを測って、こういうのは結構参考になるかなと思います。じゃあこれまず、移していきましょう。今日はね、A メロ、B メロっていう感じじゃなくて、見て、1のパート、2のパート、3のパートみたいな感じで、区分けしていこうと思います。これまず最初、イントロから1番は、ゆっくりを楽しく始まるところですね。はい、一時停止して帰っていってください。はい、じゃあ次、2のパートのところ。はい、ここがまたね、なんか陽気な感じで素敵だなということ、ここの4行ね。コードはね、結構簡単なんですよ。でも歌のメロディーがどんどん変わっていくんでね、その辺はもう聞き込んで、まあ歌で歌い込んでという形になると思います。はい、ここにも下にこんな風にくるっと囲って、いろいろこう決めがこれから入ってくるんでね、後半やるかっこいいバージョンでは盛りだくさんですよ、ここに矢印とかね。はい、じゃあここ次3番目のバース。ここからが月曜日からどん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 こう繋がっていく、1週間の話に突入するのが3番のエリアということですね。はい、ここも下の段コード、簡単バージョンとかっこいいバージョン結構変わってますんで、ご注目ください。ここもワンブロックこう4つになったりとかして、なかなかのものでございます。はい。はい、いいですかね。じゃあ次に行きましょう。はい。これまだ3番のバースが続いていて、曜日のやつですね。曜日のやつ。これでこう、もうこれ水曜日、木曜日、金曜日になって。で、ここから書いてあるけど、だんだんこうゆっくりになって、で、土曜日ではもう伸ばして、ゆっくり弾いてという感じの、ここでもね、弾き方でストーリーが出てきますので、よくデモ演奏と確認して照らし合わせながら、見ていってください。はい。ここからか。はい。水曜日から。ああ、もう大盛りですね。これは書きがいがあるよ。まあだからこれガズクラブ入ってダウンロードしてもらった方がいいかもしれない。長いからね。まあでもこれ書き写すのもすごい楽しんで、ぜひそれもやってみてもらいたいなと思います。じゃあ次、4番目のパート。こっからちょっと勢いが出てきますね。はい、チョコレートケーキとアイスクリームと、うわー、もうめちゃくちゃ食べてるよみたいなところをやって、はい。ここで急に伸ばすとか、こういうのも見逃さないでください。すごいストーリー性でドラマティックですからね。ここまたちょっとブランクは伸ばして、で、ここ。ここが5のパートになりますね。その後ね、なんと青虫くんお腹痛くなっちゃったよと。
お腹痛くなっちゃったということで、こんな感じ、ここでかっこいい場所ではここ止まる決めが入ったりしてこういきます。はい、そして次、3番目のバースに入っていくわけですけど もういっぱいあるなこれ。はい、こっからね、はい、またはい、こっからね、さ、次のバース。ちょっと感想が入って、ここ6番目のバースですね。ここもちょっとね、2番のね、あのところの感じに似てるんですけど、はい、6番目のパート。これは日曜日になったんですね。1週間これで終わるなというところなんですけど、日曜日の歌詞ちょっとね、だんだんこう元気取り戻してきたぞというストーリーになってます。はい、そして次、7番目のパート。ここは全編的にわたって伸ばしてじっくり歌う。ここが心込めて歌いたいところですよ。はい、皆さん、7番目のところのバース。はい、次、8番目がとうとう最後の、バースになりますね。ここはちょっとね、明るい、なんかすごく素敵な感じのイメージが出せるといいと思います。このようなプログレロックみたいなのも展開がすごいんですよね。はい、ここもこれ、ガスペジオって弾き方も出てきたりとかして、こんな風になったりしております。と、いうことです。はい、いいかな。これがガズレレオリジナルアレンジでございます。山盛りですね。ひとまず、じゃあ出てくるコード、ちょっと解説していきましょう。はい。ここですね。今映ってるこのコード、見てください。はい。ここに書いてある4つは、これはね、後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードなので、ひとまず隠しといて。はい。今はこれ。この9個のコードでできます。C と C7、A7。これ見て、全部指1本ですからね、この Am も。簡単でしょ？はい、次 Am、F、Dm、D7、G7、Em7。この9つのコード。これはね、もう超簡単コードなんですよ。いっぱいあるように思うかもしれないですけど、慌てないでください。これは安心の入門コードのグループ、これです。ダーン！ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレ始めたばっかりの初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループなんです。10個も覚えなきゃいけないのと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらそれぞれはめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃにこんがらがるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう。すごい動画を撮ってます。ここにそのリンク貼っておきます。この動画必見ですよ。今日9個出てくるんで、もうどっちにしたって覚えた方がいいコードのグループなんでね。はい、早めに覚えちゃいましょう。ガズレレ必須コード覚えようということでございます。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきたいんですけど、かっこいいバージョンに行く前に、まずこれ、歌。いろんなパターン出てくるんでね、歌覚えてください。これ結構、こう大変でしたね、歌をね、覚えるのが。もうほんと、さっきも言ったけど、プログレッシブロックみたいに、どんどん次の次へと展開していくんですよ。だからなんかね、その、つどつどこう、ちょっと微妙に違うみたいなところがあるんで、しっかり4つ弾いていいんで、歌のタイミングと言葉のメロディー、こんなの確認して、かっこいいバージョンの練習に入っていくのをおすすめします。じゃあ、かっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンではですね、コードがいくつか追加されます。まずはこれ、G7 サス4。これは結構簡単です。入門コードのうちの1個の、G7 押さえてください。こことここ G7 ね。こう指見て。はい。ここ足したら G7 サス4。離したら G7 です。これ行ったり来たりして使うんで。はい。これは簡単に覚えられると思います。はい。じゃあ次のコード。今日はね、これがね、この2つ。G シャープ押しと A シャープ押し。これが結構キーポイントになるんですけど。これイントロで1回ずつちょっと出てくるだけなんですけど、ちょっとこれを機にやってみてちょうだいという感じなんですね。まずですね、この2つのコードを解説するときに、こっちの G というコードを解説させてください。この G が基本になってます。G というコードはですね、押さえる場所、こことここで、こんな風に押さえるのをおすすめしてますね。人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が2弦ですね。これがいいと思うんですけど、まあもちろんこれでもいいですよ。人差し指で3つ押さえておいてちょい。はい。どちらにしても音は、こういう音。はい、こうやってですね。じゃあまあガズはこれをこうやって押さえてる。こうやって押さえておいて、じゃあ G シャープ押し。いいですか？この形のまま1個こっちにズンずらします。これが G シャープ押しです。それで4弦目弾いちゃいます。はい。で、A シャープ押しはこの形のまま、さらにこっちに2個動かす。1、2、これです。いい響き。G シャープ欲しい、A シャープ欲しい。こんな風にガズレレでよく使ってるんですけど、これね、星って書いてあるでしょ。この星が書いてあるのは、これガズレレオリジナルのコードの表記ですからね。ガズレレ以外の人に G シャープ星とか言っても、もう何のこっちゃか全然わかんない。ガズが勝手に命名してる。本当はもっとね、すごくなんか難しいそうなコードの名前がつくと思うんですけど、これガズレレではもう G シャープ星と A シャープ星ということになってますんで、そこのところのご確認もお願いいたします。このコード使うとイントロめっちゃかっこよくなるんで、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。シンプル簡単バージョンではここは Dm と G7 にアレンジしたんですけど、まあ臨機応変に使い分けていただければいいと思います。そしてもう一個のコード、これです。Gm7、これもね、2番目のパートとか一瞬出てくるだけなんですけど、押さえる場所。こことこことここの3箇所ですね。1フレットの1弦2弦なんで、こんな風にギュッと角度を揃えるといいんですけどね、このギュッとね、沿って、
一個こうちょいと立てます。でこれをね、これやりづらいって方はね、三弦から押さえるのも結構おすすめですね。はい、こことこことことで、これどうしても反らないよという方はこんな風に押さえたり、こうやったりとか、ちょっと工夫してみてもらって、なんとかこれ Gm7 押さえていきましょう。はい、そしてこの曲はですね、いろんな弾き方が出てくるんですよ。まずちょっとね、出てくる弾き方をここにシェアしますね。まずこれです、ドーン。アルペジオとガズペジオと8ビートのチャとアイランドビートとシンコペーションという、もう大盛りなことになっておりますけどね。ひとまずこのリズムの弾き方の解説動画、ここにリンクを貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からそれぞれの弾き方の濃厚レッスン動画がアップロードされておりますので、じっくり知らないリズムはそこで動画でマスターしていってください。ちょっとね、今日順番に解説していこうと思うんですけど、まずイントロから A メロのところ、これはですね、ちょっと普通のアルペジオじゃなくて、アルペジオと伸ばすのをちょっと掛け合わせた不思議な弾き方、ちょっと C で弾いてみるとこんな感じ。一回親指でドローンで伸ばしておいて、8ビートのリズムでアルペジオみたいな、じゃんじゃん、また普通にいて、1弦2弦3弦アルペジオで、じゃんじゃん1弦2弦3弦、じゃんじゃん1弦2弦3弦、こんな感じでとろかすゆったりした感じで弾いてみたいと思います。ちょっと C で練習してみましょう。せーの、ドゥラントン1弦2弦3弦、ドゥラントンダ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 ン、こんなニュアンス、これでいってみたいと思います。そしてワンブロックにこうコード2つ入ってるところは、こんな感じ、ドゥルンタタドゥルンタタドゥルンタタ、親指ドゥルンタタ、こんな感じかな。お月様が空から見て、こんな感じでトローンといけるようにしましょう。はい、そしてその次ちょっとこう伸ばしといて、2のブロックなんですけど、こっち側は、アイランドビートが入ってきます。 このリズムもまたねかっこいいんですよ。ちょっとやってみると、ワンツーお月様が昇って、アイランドビートなんですけど、今回ここにシンコペーションのマークが入ってきます。シンコペーションのマークを入れるとこういう風になるんですけど、これちょっとやってみると、おきさまが登って、暖かい日曜日の朝、わかる？ちょっとリズムがズボンと前に食い込んだでしょ。この矢印マークはシンコペーションにとってリズムがドーンと食い込んでくるよということなんですけど、アイランドビートをやりながらこのリズムが食い込んでくるシンコペーションっていうのは結構斬新な練習法、今までにちょっとなかったようなこのスタイルの曲なんで、これ練習がちょっと必要だと思います、ね。ちょっとこのパートのところコード繰り返してみましょう。ワン、ツー、スリー、お日様が登って、スタン、スタン、Cから、こんな感じになってます。ここちょっと難しいと思います。アイランドビートできるとすごく気持ちがいいんですけど、アイランドビートね、さっきの、リズムの練習濃厚レッスン動画に書いてありますけど、考え方を変えるとアイランドビートって8ビートを2回繰り返すようなイメージでできると思うんで、ちょっとさっきのね、レッスン動画、アイランドビート、めちゃくちゃ面白いんで、ぜひこれゆっくりチャレンジしてみてください。シンコペーションはね、これ16ビートのシンコペーションなんで、ドーンツクダカツタンアップでいく感じです。ドーンツクダカツドーンツクダカツドーンツクダカツドーン、これ余裕出てきたらシンコペーションがある方がこう原曲に近いんですけど、難しかったらシンコペーションなしで、キッサンマが登って暖かい日曜日の朝、こんな感じでもいいと思います。そしてこのリズムはですね、6番のバース、歌詞で言うとね、次の日はまた日曜日というところが後半で出てくるんですけど、そこでもねこのリズム同じ弾き方で、アイランドビートとシンコペーションのリズムで、やっていきましょう。じゃあ次のパート、月曜日火曜日って進んでいく3番目のパートのところは、こっからはちょっと跳ねたシャッフルっぽい感じの8ビートのチャで、そうするとあ、それでコード進行もだいぶ変わってきますからね。月曜日、はい、じゃんじゃかじゃん、それでも Dm7、 毎回毎回これもコード進行変わってくる。ここら辺がやっぱかっこいいバージョンならではのこのリズムの動きとコードの動き、はい、要チェックですよここは。そしてこのね、曜日が並んでる3つ目のパートのところの、金曜日の後ろの方からだんだんゆっくりになってて、土曜日のところではもう伸ばしますね。さっきのシンプル簡単バージョンもそうだったけど、土曜日青虫持って
風になっていくんです。はい。そしてそのままリズムとしては4番目のパートも5番目のパートも8ビートのチャで進んでいって終わるということなんでございます。でね、このリズムがこうやって転化して豪華に、各パートごとにキレも入ってくるんで、ちょっとその辺も今から解説していこうかなというふうに思いますが、まず2番目のパートだね。お日様が昇ってアイランドビートのこの最初からいきます。途中でキメが入ってきますよね。お日様が昇ってストーン。今のダンツトンツタンダダダダ、こんな感じかな。 C からシンコペーションで Gm7 行って、また C コペーションで C に戻ってダダダダみたいな感じがいいと思います。生まれました、ダンツトンツタンダダダダ、 CGm7CCCCC と止まってちっぽけなって、こんな感じになります。ダンツダンツダン。これと似たような感じでもう一回最後の次もなってきます。青虫はお腹がペコペコ。青虫食べるものを探し始めました。今度は C と F と C、ジャカジャカ。これ本当はこの原曲のところはここすごい難しいの、あのコード進行になるんですけど、ここはもうガズレレ簡単アレンジです。C、F、C、ダダダダ。はい。で、こっから、3番目のパート、月曜日の流れに行くということになっていますね。そしてこのね、3番目のパート、月曜日のところのコード進行。さっきも言いましたけど、これ結構激しく変わってますからね。月曜日、ちょっと跳ねたリズム。リンゴを一つ食べました。こんな感じです。で、この後半のところも、それでも A7、Dm7、お腹がペコペコ。次が大事。C、G7、Am、Em7。これが結構大事。早いですよ。ワンブロックコード4つで、ジャンガ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 シャッフルでいく感じ。ちょっともう一回、お腹がペコペコからやってみます。お腹がペコペコ。太陽が結構忙しいよ。梨を2つ食べました。それで A7。やっぱ A7。お腹はペコペコ。C、G7、Am、Em7。感じ結構忙しい。ダンガ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 、こんな風にできるといいですね。ダンガダンガダンガ、はい。これちょっと毎回出てくるんでね、忙しくなっちゃうんですけど、これすごい印象的なんで、こうちょっと練習してやっていきましょう。そしてこんな感じで流れていって、4番目のブロックチョコレートケーキも勢いよくいって、最後の5番目のパート、その晩青虫お腹が痛くて泣きました。この一番最後のところで、こっちはちょっと決めを入れてみたいと思います。それではこの5番目のバースの、ところからやってみましょう。せーの。その晩青虫はお腹が痛くて泣きました。青虫が次ですよ。痛くて泣きました。今の D マイナー G7 C 止める、はい、シンプルに止めてみました。原曲ではもうちょっとね凝った止め方してるんですけど、これはねもう本当にガズレレ簡単アレンジで、ジャンジャン C で終わるよ。そしてこの後は、6番のバースに入っていきます。歌詞で言うと次の日はまたのところなんですが、ここでもねさっき2番のバースで出てきた同じアイランドビートとシンコペーションのリズムでふんわり弾きます。そしてこの6番目のバースの一番最後のところでちょっと決めのメロディーみたいなのが入ります。最後お腹の具合もすっかりからやってます。お腹の具合もすっかり良くなりました。次ですよ。です。はい、1弦の3、5、7、9、これは結構簡単だけどシンコペーションのリズムなので、最初、よくなりました、ここカーン、ここ3の1弦の3フレットの時はシンコペーション3、5、7、9、その後もう青虫はガラペコじゃって入っていきます。3、5、7、9、ちょっとしたフレーズだけどこれ1弦だけでも表現できるんで、これいいと思いますよ。ツッテンデンデンデン入れてみましょう。その後続いて7番目のバースはゆっくりこれ伸ばす。もう青虫は腹ペコじゃ、これ伸ばすっていうところも有効にすごくこの曲は出てきます。でその後がね要注目なんですけど、8のバス、いわゆる一番この曲の最後のところで出てくる弾き方がこのガズペジオです。これでね結構雰囲気ガラッと世界観ガッと最後に変える、ちょっとゆったり優しく明るい感じになります。そうするとこんな感じです。ガズペジオの基本はこうです。ピアノっぽいイメージ、はい、
この弾き方はね、結構比較的ガズレレで楽な、簡単な奏法ではあるんですけど、しっかりリズム通り歌うのは難しいと思います。ここ淡々と弾くのがいいですね。そうすると、間もなく、青虫は、さなぎになってな、ここ歌のね、タイミング、言葉のタイミング結構難しいんで、何回も聞いて、ガスペジオでゆったりいきましょう。で、最後は、ああ、ちょーちょー、また伸ばして、この辺のストーリー性、これがもう起承転結みたいな感じで、もう、なんか物語を読むように、それこそもともとこれ絵本ですけど、そういうなんかストーリーと一緒の音楽を楽しむ。最高のこれはね、なんかもうエンターテインメントだと思いますね。はい。いろんな弾き方が出てきますけど、ゆっくりこう、パート分けして落ち着いて、時間かけてね、取り組んでいっていただければなと思うんですが、まあ、こういう曲はね、今の、バージョン、シンプル簡単バージョンの4つ弾きでも十分キッズとは楽しめると思うんですけど、こういう風にリズムにこだわるとね、まあ、自分の演奏の能力が高まるとか、そういう意味でまた楽しめるんで、キッズと楽しむときは4つ弾きでやって、で、こう自分でこうリズムに乗ってみたいなっていうときは、このかっこいいバージョンで、練習してみるっていうのをおすすめしたいなという風に思います。はい。それではですね、もう内容盛りだくさんの腹ペコ青虫なんですけど、はい。ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる1, 2, 3, 4 親葉の上に小さな卵をお月様が
はこんなに大きく太腸に。ワン、ツー、フォー。まもなく青虫はざまぎになって何日も眠りました。それからさなぎの皮を脱いで出てくるのです。ああ蝶々、青虫は綺麗な蝶々になりました。虫の歌、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやーこれはなかなかですね、やると達成感あります。もうすごい展開するから、もうなんかプログレッシブロックをやってるようなね、なんかほんと壮大な感じなんですけど、やってみるとわかります。簡単そうに聞こえるけど結構難しいというか、いいところをね、この絶妙なところ、なんかこうできそうとできないところがこれたっぷり詰まってるいい曲だと思います。皆さん、あのキッズと楽しむっていう一面もあるし、リズムの練習とかそういう意味でもすごく楽しめる曲になってると思いますね。この夏全開で歌っていきましょう。そしてちょっと皆さんお知らせです。2021年の夏、ガズレレがこう提案していました、このカオレレフェス2021、こちらですね、80名様の参加がないと、このフェスティバル以外は開催もちょっと危ぶまれるということでやってたんですけど、なんと参加のメンバーが80名超えていただきまして、なんと開催決定です。これガズクラブ内でのイベントですので、ぜひ皆さん、これめちゃくちゃ面白いイベントになると思います。詳細はここのリンク、ぜひともチェックしてみてください。あと引き続きまして、この本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので、大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいねガズレレグッズで、さらに楽しいウクレレライフお楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。